お名前お願いします。橋本太郎です。はい、橋本太郎さんですね。お名前確認できました。書類お願いします。はい、はい、左の肩あたりに移るので服めくっていただいていいですか。はい、よろしくお願いします。本日体温は36度1分ですね。体調はおかわりございませんか。はい、大丈夫です。はい、再度確認ですけど、今までワクチンでアレルギーを起こしたことはないですか。ないです。はい、かぶれはございませんか。ないです。それではこれからワクチン打ちますね。はい。チクッとします。はい。はい、おしまいです。あんまり痛くないですね。筋肉注射も細い針を使えばあまり痛くないですね。それではこちらの待機室でこのタイマーが鳴るまでお待ちください。はい、何か気分が悪くなればすぐお知らせてください。はい、わかりました。これで一安心やな。ちょっと痛いな。あ、ちょっと上がってんな。でもこれぐらいやったら大丈夫って言ってたんだ。よし、ほな、飯食おう。ちょっと息苦しいですわ。はい、ちょっと体も痒いんですけど、ちょっとアレルギーの反応かもしれませんね。あちらでちょっと横になりましょうか。はい、呼吸は束縛しています。よく溢れますが弱くて速いし冷感もあります。意識は保たれています。バイタル測定しましょうか。はい、モニターつけましょう。はい、酸素も準備してください。はい、アナフィラキシーの可能性があるのでアドレナリン打ちましょう。ルートも同時に確保してください。はい、体温37度5分、脈拍100回です。血圧が80の60、呼吸数24回です。SPO2 は 95% です。橋本さん、ちょっとお腹失礼しますね。ごめんなさいね。あ、やっぱり皮脂出てますね。アナフィラキシーですね。アドレナリン打ちましょう。はい、橋本さん、はい、ワクチンによるアレルギーがひどくなって、はい、アナフィラキシーという状態になっています。はい、お薬ちょっと打ちますね。お願いします。大体外側で筋中 0.3mg 打ちます。お願いします。
今のおじろうと取っておきますね。先生、だいぶ楽になってきました。ありがとうございました。よかったです。薬にはどうしてもアレルギーっていうのが一定数出てしまうんです。これはどんな薬でも起こりうるんですけれども、今のところコロナのワクチンでは10万人に1名程度と非常に少数です。ただゼロではありません。それは理解しました。分かりました。アナフィラキシーの場合なんですけれども、数時間後にまた悪くなる方がいらっしゃるので、ご希望があれば入院の手配をしますけれども、いかがいたしましょうか。そうですね、心配なんでお願いします。分かりました。